七死の男は、西部劇のストックキャラクターである。多くの場合、セルジオレオーネ監督の、ドルバコ三部作とも呼ばれる、荒野の用人棒夕日のガンマン、俗夕日のガンマンの3作品で、クリント・イーストウッドが演じた役を表す。2008年、エンパイアで、七死の男は、最も有名な映画のキャラクターの43位に、選ばれた。七死の男を、 主人公としたコミックがいくつか存在する。アメリカのコミック会社ダイナマイトエンターテインメントは2008年に、続、夕日のガンマンの後日談の物語を発表した。ダイナマイト社はシリーズを終わらせ、ザ・グッド、ザ・バッド、アンド・ザ・グリーンの題名で、新シリーズを作成した。しかし、新シリーズはこの題名にもかかわらず、映画とは無関係のものとなっている。スティーブン・キングは、七死の男を、 彼の著作であるダークタワーシリーズのメインキャラクターであり、ガンスリンガーとしても知られるローランドデス・チェーンの参考にしたと述べた。荒野の妖人坊は黒沢明監督の妖人坊をもとに制作された。そのため、このキャラクターは妖人坊で三船敏郎が演じた型破りの老人を参考にしている。この二人のキャラクターには、無口、素や、皮肉や、流れ物、 凄腕といった共通点がある。また、普通の正義感でないところや、ある武器の達人というところも同じである。イーストウッドの演じたキャラクターもまた、三船の浪人役と同じで、本名不詳である。三船演じる浪人はなお聞かれたときに、用心棒では、桑畑三十郎と、椿三十郎では、椿三十郎と、偽名で答えている。また、三船は、 映画の中でよく懐でをしているが、イーストウッドの手もポンチョで隠れている。イーストウッドも、荒野の用心棒に出演する前に、用心棒を見て、黒沢監督と登場人物に感銘を受けたと、語っている。荒野の用心棒では彼は参戦を完璧に、真似ようとはしなかった。むしろ、脚本の一部のセリフを削って、さらに無口で謎めいた男に仕上げた。 三部作が進むにつれて、このキャラクターはさらにセリフが少なく、ストイックになっていった。なお、用心棒自体が、ダシール・ハメットの、地の収穫が元になっていると言われている。黒沢研究家のデイビッド・デザート、映画評論家のマニー・ファーバーは、はっきりと、地の収穫が元であるとしている。レオーネも黒沢の、用心棒は、アメリカのハードボイルド小説が元になっている。 だから私が物語の舞台を元に戻したと語っている。黒沢はハメットを映画のクレジットには加えなかったが彼自身も参考にしたことを認めている。ハメットの地の収穫の主人公の名は不明、7市探偵事務所で働くコンチネンタルオプトだけ明かされている。その後ブルース・ウィリス主演でラストマンスタンディングという映画が制作されているが、これは 用心棒の公式リメイク作品である。イーストウッドの監督、主演作、ペールライダーの主人公も、劇中、名前は明かされない。言語の英語では、プリーチャー、日本語吹き替え、字幕では、牧師さんと呼ばれ、七死の男のまま舞台の街を去っていく。フレイリング、スパゲッティウェステアンズ、ありがとうございます。